分払う YouTube 猫です。あ、そうだ、もう一個話さなきゃいけないことあったんで、そう、船長の、そうだ、これもね、配信で話そうと思ってた船長のね、あの動画にですね、あの間接的に出ました。あの出てないですけど、まあ、どんな内容かと言いますとですね、あのこれですね、押したラインこれね、まあ、二次三次の星から、噛んじゃった、星川さらちゃんっていうあの子がいるんだけど、あのなんか謎にというか、なぜかわかんないんだけど、めちゃめちゃなんか好いてくださっているみたいで、ありがたいことに。なんかそれで、そう、あの、そう、なんか、船長が、なんか、ドッキリをしたいと。そう、私船長から、なんか、あの、ドッキリしたくて、みたいな相談が来て、え？うん、何？誰に？みたいな。で、星川にドッキリを仕掛けたいんだって。え、どんなドッキリなの？って話してて、なんか、あの、星川が、私のこと、アクタンのこと大好きだから、なんか、アクタンと通話できるドッキリをしたいみたいな、最初はね。そう。あ、なるほど、みたいな。うん。え、私どうしたらいいの？何もしなくていい。え？ほう、わかった。これが完成しました。まあ、なんか私の声真似をして、そう、まつりちゃんがね、夏色まつりちゃん。生きてる夏色まつりちゃんが、あの、私の声真似がめっちゃ得意らしく、私は似てるとは思ってませんけどね。みんな的には結構似てるらしく、そう、夏色まつりちゃんにですね、替え玉をやってもらって、バレないのかっていう検証をしたらバレなかったね。うん。バレませんでした。案の定。で、まあ、そのノリで、なんか、今日はアクタンの LINE を、交換しますみたいな感じになって、うわー嬉しい、うわーって星川さらちゃんになって交換しようと思ったらみたいな。そうで、その動画をですね、そう、なぜか間接的に出てました。はい、ありがとうございます。いや、マジで船長のさ、企画力やっぱすごいわ。おもろいもん、船長上げて落とす天才確かに。いや、でも、私なんか、星川さらちゃんとはね、コラボ一回、なんか大型のコラボ4人ぐらい、5人か、5人のコラボを一回したことあるのと、のりお先生、犬山たぬきさん、のりお先生と、目安さんが仲良くて、そう、そうなのよ。で、なぜか私、その時に、そう、コラボで呼ばれて、みたいなことがあって、それと、その二人が仲良くて、で、なんか、もともとなんかカラオケじゃなくてご飯に呼ばれて、ご飯行こうって、わかりましたって言って、そう、ご飯行ったのよ。そしたら、なんか、あの辺は、あの辺のね、そう、のりお先生とか、目安さんは、なんか、カラオケに行くのよ、ご飯が食べ終わった後に。二次会みたいな、なんか、ノリがあってさ。で、なんかご飯食べた後にカラオケで、なんか、私もついていくことになり、うん。大冒険だよね。ついていくことになりまして。そう。なんか飲み会のノリだよね。そう。で、なんかカラオケに行って、で、星川来るから、みたいな。ええマジか、了解みたいな感じで、フッカルミンすぎるよね、みんな。みんなフッカルミンすぎない？やばくない？そう、なんか、星川、アクタンのこと大好きだからさ、みたいな。え？マジか。今から来るから。え？おう、マジか。そう、陽キャたちに揉まれてカラオケに行き、陽キャというか、なんかね、すごい、星川さらちゃんは陽キャだと思うけど、無料先生もね、かなり、ね、なんかご飯とかね、たくさん行かれるみたいで、で、まあ、目安さんについていく形で、行き、なんか、号泣してた、うん、赤色パレット歌ってくださいって言われた。ちょっとだけ歌った、なんか、よくわかんないけど、私カラオケ基本歌いたくないからさ、マイクをね、隣にいた目安さんに預けてて、
そう、絶対ダンゴ歌わない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 よみたいなノリでいたんだけど、なんか、え、本当に歌ってください、本当に歌ってほしい、あ、どうしよう、あ、どうしようみたいな感じになってて、なんか、ここで歌わなかったらもしかしてノリ悪いやつなのかなって思って、頑張って空気読んで歌ったら泣いてた。そうなんですよ、おしこ一回ね、アクタン、あの、ミナトアクアさんとね、カラオケ行ったことあって、まあ一瞬だったんですけど、ごめん、めっちゃキモい深呼吸してた。いや、そうなんよ、とりあえず握手してもらってとりあえず握手してもらって、台湾じゃないよ、玉木くんがね、確かね、話してたから、玉木くんとかね、メアタムとかね、その辺なんだけど、とりあえず握手して、アクアイロパレット歌ってもらえませんかつって歌ってもらって、本人の目の前で大号泣してきた。うん本物だ、本物ちゃんと大号泣してきた。めっちゃキモかった、あの時の星川、ガチキモかった。ほんとちょっとだけだけどね、ほんとちょっとだけ歌って泣いてたっていうことがありました。それ以降なんかめっちゃ特に喋ったということではないんですけども、はい、ちょっとだけ関わりがあります。ありがとうございます。なんかあんまり、なんかなんだろう、同業者の方でなんか好きって言われるの珍しくて嬉しかった。嬉しい、とても嬉しい。ペコマリのとつまちで、推しは誰ですか、ホロライブの推しは誰ですか、船長ですって言ってたけどその後なんか本当はアクタンだって言ってくれてたけど配信でさ、ずっと前からアクタンアクタンって言ってたけどさ、逆突の時にホロライブの推し誰なのって船長に聞かれてさ、もうさ、テンパっちゃってテンパっちゃって、数秒、確か数秒黙っちゃったんだけど、数秒の間にめちゃくちゃいろんなこと考えたの。ハガちゃまとまつりちゃんとも仲いいし、シオンちゃんとも歌あげてるし、でも星川、本当はアクタンのことが一押しなんだけど、あ、でも、この二人の共通の知り合いとか、あれで言ったら、三期生で言ったら、ルシオちゃんがめちゃくちゃ好きだったな。あ、でも、この場合、マリー船長かペコロさんって言った方がいいね。船長ですって。まあ、無理だった。本当に無理だった。全部、口から出なくてよかった。よく黙った星川。まあ一番はな、アクタンかな、やっぱり。アクタンしか勝たん。なんか、片思いされてたのに、片思いされて気になってたのに、私が、あれ？いつの間、あれ？え？あれ？ってなった気持ち、これはどういう、これは何なんだろう？これはどんな気持ちなんだろう？好き好きラブチュッチュ片思いされてたはずの、あれ？複雑な気持ちです。いや、ありがとうございます。LINE は結局交換しておりません。LINE は、全然人いない。交換しておりません。なんか、また、機会があれば。よろしくお願いします。仲良くなって、よろしくお願いします。